無敵なに適当に根あかりです。前回メイク道具を紹介したんで、今回は実際にメイクしていきたいと思います。よし、じゃあね、マジョリカマジョリカのミルキースキンマスクを塗った状態でマスクしてここに来たので、これだけ今塗ってある状態ですね。でももう取れてる、取れてはないけど、これですね、インテグレート仲間付き屋で買ったやつ。これすっごいサラサラになるんでやります。手のひらに出してから鼻とほっぺとペッペッてやって、おでこと顎を先に塗ったのを伸ばす。これ塗った後すっごい肌がサラサラになるんですよ。したらファンデーションの前に私は先にニキビとかあとクマとかを消します。この目の下の、わかんないかな、ここをちょっと塗っていく。で、あんまりガスガスやるとなんか今塗ったインテグレートのやつがポロポロしてきちゃうから、ポンポンする感じで塗る。熱い、顔が本当にピンク。あとニキビ消して、ほっぺのニキビだからなんかぷくってぷくってしながら、あとは気になるシミですね。シミ消します。なんかファンデーションやった後にコンシーラーするとコンシーラーしました感が強くなっちゃうっていうか浮いちゃう。なんかファンデーションに同化しないくなっちゃうかなって感じがして、だから私は先に気になるところを消してからファンデーションやっちゃいますね。やります。ファンデーション、リキッドファンデーション、私2本使うんですけど、こっちが私の肌に合ってるやつ。私混合肌、乾燥肌だし、でもちゃんと油も出る、ちゃんと油も出るっておかしいけど、だからそれ使いつつ、そう、あの手の甲のここに乗っけて2つ同時に。これはちょっと黄色が強いやつ、ちょっと黄色が強いやつを、こっちがピンク味が強いんで、それを混ぜて手の甲に2色で出して、中指でまた混ぜて塗る。塗るというか僕なんか全体的にピッピッピッピって感じで塗って、もう本当に顔が怖い、どうしたんだ。なんか全体的に塗れたら、なんかこの状態ですごいまだムラがあって大丈夫なんですけど、指拭いて、なんかこれベンチみたいな、これよくあるパフスポンジに化粧水を染み込ませ、こうですね、染み込ませ、なんか本当は水で濡らした方がいいっぽいんですけど、いい感じに濡れたら、もうちょっとかな、濡れた面でポンポンポンってやって、なじます、そのムラをなくす感じですね。ポン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 って、でこの時になんか顎の方まで なんグラデーションな感じで顎
双子の方までやっちゃう。そうするとなんか顔と首の色違くないみたいなのがちょっと収まるかな。よし、はい、こんな感じ。ちょっと丸まなくなってるかな、わかるかな。そしたらファンデーション、リキッドファンデーションした時はこれですね。しない時はもうこれで済ませちゃうんですけど、ポン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 と、なんだろう、なんかファンデーション、リキッドファンデーションが落ちないようにって感じですかね。なんか強く叩かず塗るわけでもなく、細かくトン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 って乗っける感じですかね。メイクしてると途中で唇の乾燥すごい気になってきちゃうんですよね、私いつも。もう私これすっごい愛用してるんですけど、キレルのリップクリーム。小学校の時にめちゃくちゃ唇が荒れちゃって、まあ、それ以来ずっとこれしか使えなくなっちゃったんですよね。もうキレルしかパターンって感じ。でこれでベースが完成かな。まあなんかそうですね、私あんまりシャドウとかもやらないタイプなんですけど、ここのなんか影とかもあんまり入れないですね。たまにちょこっとケイトのそのアイブロウの真ん中かな、真ん中かな、真ん中と下を中指でちょんちょんって取って、たまにポンポンってちょっと乗っけるくらいはするんですけど、からのこれがハイライトを出てて、お鼻の石鹸ポンポンとここをシュシュシュって軽くペッペッて。シャドウとかハイライトとか私あんまりやらないんですけど、結構めんどくさがりだから省けるところは省いちゃうかもしれないですね。で私の場合は上から順番にメイクをしていくので、最初眉毛ですね、さっきのケイトで、ね、汚いけどこれこれですね、なんか描きやすいやつ。と最初このよいしょ、真ん中のところ平行眉の方が好きなので、個人的に平行眉になるように、上眉毛の眉頭の上のところにちょんちょんちょんってのっけて、それを中心までぼやかしてシュッシュってやって、眉尻の方は一番濃いやつ、眉尻はもう上の方ですね。私眉で脱毛してるんですけど、だからで上の方を全部剃ってるんですね。で下の方はあんまり変えてないから、もうここの部分削って、ここの部分削ってまっすぐになるようにしてるくらいなんで、なんかここが濃くてここが薄いから、そこだけちょっと足して真ん中に向けてぼやかすくらいって感じですね。眉毛こっち描いてない状態で、この後眉毛を消していくんですけど、眉毛が濃く見える原因の一つが色が黒くて太くてで密集しているから、もうさらに濃く見えるみたいな感じなんで、眉毛の色を抜く。この後横にスライドスライドって感じです。変になんかこういうなんていうか、なんか山なりにしたりとかもしない、真横にスッスッスッって目尻はそんな感じ、眉尻はそんな感じで、眉毛の色を消す。これが一番良かった。で粉っぽいパウダーっぽいのをすごい
使うんですよ、眉マスカラは。うん、これがそれが一番良かったかなって思うやつで、最近は髪の毛を黒く染めたんですよ、つい先日なのでもうちょっと暗めのやつですね。これデジャビューの、これはカレンちゃんにおすすめしてもらって買いましたデートした時に使ってます。でこれすごいいいんですよね、なんか細くて塗りやすい。眉毛の毛の方向が中心になるように、少しでも眉毛が細く見えるようにしてます。 OK OK 眉毛終わったので、これでアイシャドウですね。もう今これフーミーっていう、これはあの同じ事務所のランランちゃんが教えてくれたんですけど、そう、肌に良い材料を使ってるのかなこの一番大きいところペーって取って、ここにチュンチュンってやって落としたら、いやこれ使おう、全体に塗る、ペッペッペッて、こんな感じ。これでメイクしたっぽくなるこれもう可愛くて竹替えしちゃったやつの、ここの明るい部分、赤いところ2つをこの一番ちっちゃいのでちょんちょんって取って、またこうやってこれやることで少量だけつけたいというか、あんまりつけすぎると真っ赤っかになっちゃうから、ちょっと落として、落とした状態でここ、目黒目に対して外側の白目の下の部分にからアイラインを引くであろう位置にまでこう乗せる、ちょっとぼやかす。そうするとなんかちょっと垂れ目っぽく気持ち見える気がしますね。私垂れ目が好きなので。さて、ではこのオレンジの色とってちょんちょんって目のここと、ま、目を開けた時の二重になる線の間の部分までをこのオレンジで塗る。ピンク塗った時はもうちょっと上の方、この辺りまで塗ってるんで、その半分くらいですかねをオレンジにしちゃう。で一番細いやつでこの一番濃い部分ですね、でまぶたの一番際の部分だけをラインを引くように塗っていく。なんかもうちょっと濃くしたいなって時はエクセル使いますね。ピンクのやつを一番濃い部分を取って際の部分ラインを引くように塗るこんな感じで、この白い部分ですね取って、涙袋になるようにここにちょんちょんちょんって、このところにちょんちょんちょんって塗る。まぶたアイシャドウはこんな感じですかね。アイラインいきます。マスカラと、まあ、アイラインは茶色いつも使ってます。茶色、これラブライナーですね、ブラウン。これが一番ヘビロテしてますね。アイライン先に目尻かけます。目開けた状態でちょんって描いてって抜くのだけ流れに身を任せて気分
分によって上げたり下げたりするんですけど、基本は目の流れ形に沿ってちょっと伸ばす気持ちでやってます。自然に見える、なんかメイクはしてるけどやりすぎじゃないっていうのを目指してるので、いつもだからラインを流れに沿って目尻のここからここまで約5ミリくらい、1センチも引かない、5ミリとか多分くらいだけ伸ばすって感じです。こんな感じ。さあ、でアイラインやったからマスカラだね。マスカラはいつもはこっちだけ塗るんですけど、まあお仕事の時はこっちも塗ってますね。これもカレンちゃんと一緒にメイク買いに行った時におすすめしてもらって買ったんですけど、やっぱりブラウンですね。もう黒だと、目がこうってなっちゃうんでブラウンブラウンで、なんか上に向かってシュッシュッてシュッシュッてダマができないように、まつげ同士がくっつかないようにシュッシュッてやるこれは上のまぶただけ。こっちでもう一回上のまぶたと下のまぶたもやる。こっちは長さを出すんですよ。今のはボリュームを出すんで、ボリューム出すのを先に塗ってから長さを出す。で長さ出すときは長さ出すだけなので、あんまりなんか根元からは塗らないようにしてますね。下まつげは逆に茶色を毛先だけやっちゃうと上の方が黒く残っちゃうんで、ほぼ根元の方からやってます。マスカラはこんな感じですね。なんかあんまり、あでも上がってるか上がった。目やったから、もうこれで目は完成ですね。下ほっぺ、ほっぺチークはもうキャンメイクチークブラシ、チークブラシはなんか付属のチークブラシよりも大きい方が楽、塗りやすいかなって私は思います。これをくるくるっと取って、くるくるっと適当に、さっきファンデーション塗る前にほっぺが赤かったなってあたりを赤くする、赤くするピンクが好きなんでチークもピンクですね。まあんまり塗りすぎるとピンクはもうなんていうの、オカメちゃんっていうか塗っちゃうから、のっけるくらいの気持ちで、ピンクついてんな、ほんわりしてるなみたいな感じくらいですね。リップは最近マスク生活なんで、あんまり強いて塗るならこのオペラのリップなんですけど、仕事の時とか気合い入れたい時とかメイクがピンク寄りの時はシャネル。これこのまま直に塗っちゃっても別にいいんですけど、筆に取って口の方から中心に攻めて、このシャネルのココフラッシュ90番が私の血色に合った色のリップらしくって、この唇をこうやった時の中の色に近い色なので塗っててすごく自然で可愛いかなって思って、でもやっぱ高いからあんまり使いたくなくって気合い入れたい時とか、大事な仕事の時とかはこれ使いますね。それ以外の時はもうオペラのリップとかもうリップ塗らない。さてこんな感じですね、メイクは。
で最後にこれもうヘビロテしすぎてほとんどなくなっちゃってるけど、仕上げ、まあ落ちないようにメイクキープミストを、こんな感じ、こうシュッポッポッシュしてシュッシュしてって感じですね。さて最後に 前髪をちょっとだけ直しましょうか。長いこと止めてると戻らなくなっちゃうんで、こっちに止めといて戻した方が、ま、多少ねここの癖だけちょっと取ってあげれば、うん、その、ま、止めてましたっていうのが分からなくなるからいいなって思う。で前髪ちょっとね、ま、分けるときはここを分けて、はい完成しました。というわけで姉ちゃんのメイク動画でした。よかったら参考にしてみてください。ではでは。チャンネル登録と高評価